こんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。手と手を取り合って抱きしめ合いながら僕たちの配信に耳を傾けてください。追いかけますいや、このままいきます。はい、好きな言葉はこんばんはです。こんばんは。初夏で写真家の富永康弘です。どうぞ。はい、こんばんは。音楽家の森翔司です。好きな言葉はマスです。マスです。はい、マスです。はい、こんばんは。田中一郎です。出た出た。肩書きはありません。はい、ありすぎてねあのさ、はいはいはい、日常を、はいはい、ドラマチックやなーと思う時って、はい、どんな時ですか。はあ、日常ドラマチックだなーって感じる時ってどんな時ですか。例えば朝帰りとかするじゃないですか。もうしない。もうしないけど僕もね、うん、なんかしてた時に、うん、駅から、うん、自分が歩いていくときに朝日が後ろに昇るんですよ、うん、そうすると、うん、アホみたいに長い影が自分の前にビョーンって出るじゃないですか、うん、ああいうの見ると、うん、子供の頃は夕日で感じてたあの長いやつを、うん、大人になったら朝で見んだねと思って、ちょっとドラマチックだなって思ったことはあります。ああ、経年劣化を感じるってことですか。違います。なんで劣化なんですかすごい今の会話ね、ドラマチックすごいよ。あなたもおっしゃいなさいよ。日常ドラマチック、ドラマチック、ね、ドラマチックだなーって感じる瞬間。ドラマチックだなって感じなのは、うん、まあそう、まあ、最近言うと例えば、うん、まあ、あの子供がね、うん、子供がいるんですけど、子供が、あの、うん、昆虫カルタっていうのを例えば買ったとするじゃないですか、うん、まあ、買ってあげたするじゃないですかっていうか、買ってたんだけど、はい、それ子供のチョイス、うん、まあ、子供のチョイスじゃないかもね。なんか贈り物だったかなんか忘れましたけど、その昆虫カルタはね、うん、そのまあ、もう片付けないから、うん、いろんなところに部屋中に散らばっていくわけですよ。でも足りなくなって、うん、あ、もう汚ねえな、部屋が汚ねえなと思いながらこう掃除していくじゃないですか、うんうん、で、うん、ある時その、うん、昆虫カルタのことはまあ忘れつつ掃除してたら、うん、その掃除機に1枚のカルタがペロッて張り付いてきて、うん、またこんな台所の奥の隅っこの隙間にまた昆虫カルタかよと思って、昆虫嫌がったか。そのだからペロッとこうなんつうのくっついて裏面だった昆虫カルタペロッとめくったら、うん、ルリゴキブリだったんですよこれはドラマチックだなと思って、ね、台所にいるべくしている昆虫カルタが、まあ、逃げ出したんですね、うん、ルリゴキブリがね私が日曜ドラマチックだなって感じたのは、はい、つい今日なんですけど、昨日の夜遅くもしくは今日の朝早くに、はい、何かを依頼する予定ですっていうの予告電話があってね、お仕事の。あ、はいはい、ね、あ、入るんだと思って、うん、で、今日特にそれ以外やることなかったんですよ、はいはい、ね、それはそれで心配ですがそれでなんだ電話来ねえなってずっと待ってたら、はい、あ、電話かかってきたの。非通知でかかって韓国語みたいなので、あ、しも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 って言って、わかんないからブチって切るじゃないですか、はいはい、でその後ずっとね LINE ポコポコっていうゲームをねやってました時、はいはいはい、はい、ね、ドラマチックでしたよまるでもう小津安二郎の作品のような。あ、いいこと言うじゃない。ドラマチックですね。ありがとうありがとう。また五条茂雄のセルフ&アザースのこう静寂の中にこう潜む、なんだろう、恐怖とも言いましょうか、ね、こう迫りくるね、グーってくるやつね、うん、グーって、まあ、あの心理学的に言うとさ、はい、怒りと恐怖がない。それ心理学と関係ないですよね。それで、あ、それね、うん、怒りと恐怖ね。怒りと恐怖がない。あ、カメラを止めるなって、うん、見ました。あのね、見てないんですけど。あ、見ないでしょ、うん、で俺見に行ったんですよ、珍しく。僕映画年に 0.5 本ぐらいしか見ないんですけど、2年に1本ね、はい、見に行ったんですよ、うん、あ、まあ面白かったなと思って、うんうん、でそれでやっぱ面白いから、うん、久しぶりに見たし、うん、人に、はいはい、あれ良かったから見なよって言うわけですよ、うん、でその時に俺ずっと、うん、カメラを回すな見たって言ってたらしくて
ずっといろんな人にカメラ回すな見たっていろんな人に言ってたらしくて、でもよくよく考えたらカメラを回すなって映画も撮ってみたいなと思った時がちょっとドラマチックでした。ドラマチックじゃない、カメラを回すなって映画撮りたいなと思って、それラジオホリデーでいいんじゃない、カメラ回してない誤解から始まるね、面白いのはね、カメラ回すの、いや、はい、いいですね、はい、はい、カメラ回すの、カメラ回すのいいんだよ。いや今でもその回すのはいいんじゃないって、うん、実際ね撮ったらいいんじゃないってのを聞いて思い出したのが、うん、ドラマチックだな、幸せになろうねって映画があって、うん、それなんですか、福山え違うよ、中渕剛ですよ。そこの同級生違うよ、違う違う違う、あの渡瀬恒彦さんが主演でですね、もうこういう言い方なんですけど、うん、もうね、うん、王道の B 級映画なんですよ。で、うん、そういう言い方はないね、ヤクザの渡瀬恒彦さんが、うん、しかも組長の、うん、ね、肩着の女の人と結婚をしたいと、しかもねピッチピチの若いこと、おうおうで、うん、だからまあタイトル幸せになろうねなんですけど、それで、うん、それでもう組を解散して、うん、自分は堅気になりたいと、うん、だから今まで揉めてたね、うん、組とかとも折り合いをつけてどうだこうたらっていう映画なんですよ、恋っていうやつは。そう、うん、それが、うん、頭からケツまで、うん、その組事務所のワンカットなんですよ、ずっと。お、場所がね他の場所出てこないんですよ、うんうんうん、なるほどね。そう、それで今ちょっとねカメラを回すのを思い出しました。まあね、ヒッチコクのロープを意識したのな、きっとな。そんなそんなそんないいもんじゃない、ちょっとめんどくさかったのかな、いろんなとこへ移動がね。ドラマチックでしたね。あれ森正司君、はいはい、ドラマチックな歌を聞かせてくれないかな。さっきからずっと出てる言葉ですね、日常ドラマチックね。うん、それに寄せた会話でした。そういうことだったのか。じゃあ行ってみよう。はい、じゃあまた手前味噌ですが私の曲でございます。聴いてください、森正司で日常ドラマチック。
模様、明日も晴れ模いや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 、どうですか聞いた手で一郎さん。すごいよね。これ完全に聞いてないはずですよ。す僕は一回聞いたことありますけど。すごいなんていうのかな、アップリフティング。あ、はいはい、アップリフティング。すごいアップリフティングしてかつなんかその、まあ、ちょっと変調するところなんかは、うんうん、なんだろうな、こう白目向いちゃいました。すげえってこれね、なかなか、うん、森昌司君のね、森昌司君のこれ曲のややこしいところは、はい、こうね、わざとカセットテープ感を出してるわけですよ。これのね、説明がなかったらわかんないこと。あ、ただ音悪いだけって思っちゃう。そうそうそう、皆さんわざとですからね、どうやら。あれそういうことなんだ。そうそうそう、聞いてないでしょ。うん、白目向いちゃったことかね。あの辺か。ということで皆さん、2月2日はラジオホリデーアートアワードの締め切り日ですからね。そうですね、今みたいな真っ当な曲でもいいんですよ。あの5回大歓迎です。そうですね、はい、そうそう、カメラを回さなくていいです。はい、カメラ回すな、はい、さよなら。ありがとうございます。また来週。